はい、皆さんこんにちは。今回はですね、やっと新型スイフトのね、コンセプトカーがね、発表されたということでですね、まあちょっとした話にはなるんですけど、まあ暇つぶしに見ていってくれると嬉しいですね。はい、ということでね、早速行ってみましょう。はい、ということですね、新型スイフト7年ぶりにフルモデルチェンジということですね。早速ですけど画像を見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ結構そうですね、フロントのライト、あとグリル、あとフォグが結構ねちっちゃくなりましたね。現行とちょっと見比べてみますか。はい、こんな感じですね。あ、やっぱちっちゃいですね。ちょっとひし形っぽい感じで、ちょっと、ヘッドライトになってますね。グリルのね、網目っていうんですかね。これも結構あの、ピアノブラックっぽい感じになってますね。僕は丸からちょっと四角っぽい感じの、そうですね、最近、ほんと最近の、フォグって感じがしますね。あとこのリップというか、このバンパーの下のこの黒いところですね、これもですね、一体化というよりはツートンっぽい感じですね。なんかちょっと見た目が SUV っぽい感じになっちゃいましたね。でボンネットもね、シェル型ということでね、ちょっとボコっていう感じで、まあスポーツっぽい感じじゃなくなったかなって正直思います。で、あとリアですね、リアドアノブがですね、やっぱドアのところにつきましたね。まあこの辺もね、安全面からしたらこっちの方がいいかと思います。あと後ろから見てみましょうかね。はい、こちらですね。ソナーはもう純正でつくのかな、ちょっとわかんないんですけど、この辺もねちょっと確認していきたいと思います。まああと現行と見比べてみるとですね、テールレンズもちょっとちっちゃくなりましたね。一回り、二回り、一回りですね。で、あと、やっぱ、リアバンパーっていうんですかね。ここも、ツートンっぽい感じで、で、下の方にね、リフレクターがつきましたね。あと、リアウィングというか、このリアスポイラーもですね、ちょっと、スイフトスポーツのシルクブレイズっぽい感じになりましたね。こっちの方がいいっすよね。個人的にはこっちの方が好きですね。あとはそうっすね、見た感じはもうキープコンセプトみたいな感じですね。屋根とかね、こう天井のこのライン、なんつうの、ラインっていうか、あとドアがちょっと変わった感じですかね。それくらいかな。まあ、こんな感じで、ちょっと今度内装を見ていきたいと思います。はい、内装なんですけどね、こんな感じですね。そうですね、ステアリングの方は多分思いっきり同じですね。で、ディスプレイオーディオになった感じで、ハザードのボタンもね、押しやすい位置になりましたね。で、吹き出し口ですね、エアコンの。そこがね、ちょっと丸から四角に戻った感じでですね、もし現行から乗り換えてですね、そのスマートフォンの、ホルダーを持ってる人はちょっと使えなくなっちゃいますね、残念ながら。あとこのエアコンの下にあるね、この四角いところですね、これはもしかしたらですね、 CD、DVD がね見れるようにしたのかなと思いますよね。ちょっと良心的ですね。良心的なのか分かんないですけど、これはそうですね。そうしたらディスプレイオーディオでも DVD、CD は聞けるようになるのかなっていう感じはしますね。はい、ということで、まあそうですね、現行と見比べてみるとこんな感じですね。まあちょっとそうですね、そのディスプレイオーディオは上についたことによってですね、ちょっと視界
いや、悪くなんのかな。まあ、あとそう、メーターは丸いフードはなくなった感じでね、もうつらっつうか、なんつうか、まあ、普通のメーターみたいな感じになったので、この辺もね、どうかなと思います。はい。あとは、そうですね、グローブボックス、もうちょっとえぐれてる感じで、ちょっと狭くなるのかな、グローブボックスも。で、プッシュボタンの下ですね、スタート位置の下にも、ちょっと小物入れ物チックがありますよね。あとは、そうですね、シフトノブの前に USB とあとタイプ C がつくのかな。で、ドリンクホルダー多分相変わらず同じ場所にあるということですね。あと、電子パーキングではないような感じがします。はい。で、こう見るとですね、パッと見なんですけど、ちょっと前のアクアっぽい感じには見えますよね。まあ、どうなんでしょう。この辺はちょっと正直わからないんですけどね。まあ、ジャパンモビリティショーに行って、ちょっと確認してみたいと思います。はい。まあ、もう一回ちょっと外観を見てみるんですけど、このね、フロントガラスの上にもね、カメラがついて、で、グリルのところにも多分センサーがついているので、まあ基本ですね、デュアルセンサーブレーキサポート2とアダプティブハイビームシステム。あとね、車内からね、なんかカメラでドライバーを見守るドライバーモニタリングシステムなどね、多数の、安全技術を搭載ということですね。まあ、その辺でね、結構値段も上がるんじゃないかと思いますね。あと、そうですね、こっから見た感じのスイフトスポーツもちょっとね、考察してみたいんですけど、このグリルですよね。まあ、このグリルからのスイフトスポーツ、まあ、リークじゃないけど、あの、ベストカーに乗ってたね、あの、スイフトスポーツのグリルみたいな感じになるのかなと思いますね。あとは、フォグが丸なのか、チョンなのか、で、また見た目変わってきますね。スイフトスポーツは丸なのかな。ちょっとその辺もね、楽しみっちゃ楽しみですね。まあ、ちなみに MT が出るかもちょっと際どいということですね。まあ、できれば出してほしいですけど、まあ、ハイブリッドになっちゃうとちょっとね、MT の良さは出るのかなっていう感じにはなりますけどね。はい、ということで、まあ、いろいろこんな感じのね、スイフトにはなったんですけど、まあ、正直これから、まあ、10月末から11月の頭に始まるね、モビリティショー行ってみてどんな、スイフトになるか見てみたいと思います。はい、ということでね、今回の動画はここまで。皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回、バイバーイ。